はい、皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、なんかね、鬼滅の刃の、このロブロックスでちょっと面白そうなの見つけたんですよ。はい、なので今回、こちらをちょっとやっていきたいと思うんですけど、一応、まあ、敵がいたら、その敵に、まあ、これ今、周り、仲間がいると思うんですけど、この仲間の鬼殺隊も一緒に戦ってくれるっていう、まあ、ゲームにはなります。はい。で、こんな感じでね、一応、義勇さんは配布でいただきました。配布でもらえて、あと、これ変えようかな。解除して、ムカゴから、イノスケも、これね、イベントっていうか、クエストがあるんですけど、このクエスト報酬ですね。で、こんな感じ、今のところ。はい。で、こんな感じで武器、まあ、自分が持つ武器もね、一応こういう、自身も武器もあるんですよ。これ完全ミホークだけど、まあ、こんな感じで、いろいろ武器もあったりとか、こっちで今、戦ってるね。あんな感じで、他の、プレイヤーの方も戦ってるんだけど、これムカゴに、まあ、攻撃、まあ、攻撃ボタンを押すと味方がね、こう戦ってくれると、こういう感じでいけってやった。でもちろん、自身も攻撃することができます。こんな感じで、あ、ちょっと待って、あれ撃ってない。あ、撃った。こんな感じで、まあ、技を撃ったり自身も攻撃することができるよと。で、今ね、ここに、初心者の村って書いてあって、ここは今初心者の村なんですよ。一番最初のところなんですけど、この炭治郎がクエストをくれて、こんな感じでね、新しいタスクを達成する前にタスクを完了してください。報酬がこの、まあ、日輪刀というかね、それなんだけど、ムカゴを倒す、そして、スサマルを倒すということで、スサマル倒しに行きましょう。はい、スサマルことスサマルですね。で、オートアタックみたいなのがあるので、これやると、この範囲に入った敵を、もうどんどん攻撃してくれるって感じだね。はい。まあ基本的に多分そんなに、まあ苦戦することはないと思うんだけど、でもこれオートにしちゃうとスサマル以外も攻撃しに行っちゃうから、ちょっとそれがあれかな。うん。でこんな感じでスサマルをどんどん倒していって、でこの卵のなんかね、これモンスターをまあ倒すことで得られて、報酬をアクティブな NPC と交換できますと。これ多分まだ先だと思うんだけど、なんか卵の殻と交換したらガシャみたいなもんだと思うんだよ、これ。はい。まあ、これまだ売るしかないから、まだ使えないんだけど、多分とある NPC に話しかけると、まあ、ガシャ的なのができるんじゃないのかなと。はい。で、これ今、炎のブレードをゲットしたという感じですね。最後の選択を、カマヌエを、ん?やったよね。カマヌエを殺す。はい。あ、次の、あ、このままあれなんだ、炭治郎に話しかけなくても、いけるのかな、これ。カマヌエ、ちょっとカマヌエ倒しに行こうか。で、ちゃんと武器、こんな感じで武器があります。でもこれ、もらったこっちの方が多いな。ログインボーナスのやつの方が多いな。でも、ちょっと炎のブレードつけてみようか。なんかこれ、雪マークついてるけど、あれか。え?炎のブレードなのに、技雪なの?どういうこと?ちょっととりあえずカマヌエにじゃあ撃ってみようか。これカマヌエですね。カマヌエがいるから、このカマヌエに、いけ!どうなんだ?いやまあこっちの方がいいかな。こっちにしとくか。でこんな感じで武器もいっぱいあるんだけど、武器に関してはおそらくこれ売る、まああんまりそんな強い武器じゃないとは思う。ほら。でこのカマヌエ5体倒す。で多分次がルイじゃないかな。ルイを5体倒すみたいな感じが出てきて、で最後にドーマボス、あそこにドーマがいるんですけど、そのドーマを倒せば多分ここの村は、まあ、完了みたいな、そんな感じだとは思う。オーライ行くぞ。で、まあ、ちょっと倒してる間にいろいろ説明するんですけど、あ、これもそうだね、ログインボーナスだね。まあ、結構、ロブロックスっていうゲームは、ログインボーナスかなりね、美味しいので、まあ、ログインボーナスあれば基本的には大丈夫だと思うんで、確認して、また、そっか、これゲットするのか。で、今度、ルイだね。あ、ミホークの剣がある。ルイを3体倒す。はい、こんな感じで、まあ、どんどん、敵を、まあ、倒していくと。ルイどうだ?これ20系強いんじゃない?あ、でも意外といけるな。まだ最初のやっぱり村ってことで、そんなに、まあ、苦戦はしなさそうだね。はい。あれ?もう一人。あれ ?3 体いる?ちゃんと。3体いますか?あれ?義勇と?あ、いた。こんな感じで、我が仲間たちが頑張っ、ん?なんか落とした?落としてないか?我が仲間たちが頑張ってくれるのでござるよ。ちょっとドーマには手を出すなよ。一応攻撃は受けないけどもね。で、まだちょっといろいろ説明することがありまして、今僕実は裏でね、これデイ3までなんですけど、それやってる状態で、でこれこういう感じでルーレットがあるんですよ。
ルーレットがあって、まあちょっとルイ倒しながらちょっと説明、まだいいかな。こんな感じで、ドーマとかあって、それが、こんな感じだね。レアな宝物、これが一番当たりやすくて、貴重な宝物とかって、ダキ、そしてドゥーマ。これが、スカージってなんだ、武器かな？か、武器だこれ。で、これ 1% ですね。で、ダキが 3% と。ちゃんとガシャ要素もありますよって感じ。でも多分、卵も多分これガシャ要素だとは思う。でもそんな強くないとは、まあ、確率はかなり低い卵なんじゃないのかなとは思ってるんだけど。はい。で、釜の上とかもこうやってどんどん倒していくと。で、多分次がドーマだと思うのよ。で、ドーマ倒せば、まあ、新しいところに行けるよっていう感じだとは思う。ちょっとにっこりしてる暇じゃない。基本的に、あれだね、その、僕はこの日輪刀っていうか、あの呼吸以外はあまり打てないっていう感じなのかもしれない。うん。で、これで釜の上を残り2体倒していくと。で、なんか他にもね、いろいろあるんですよ。こういう感じで、ほら、スキル装備とかあって。で、ちょっと待ってね。スキル装備やった。で、こういう感じでちょっと買ったりもできるんだけど、これはまだ後でいい。後でよくて。あ、出た！ナイト！で、次が？出た！ボスを倒す。で、僕が今武器をゲットしたので330ね。はいはいはい。まあちょっとずつ強くなってますよと。で、何これ神話装備。何ん、ちょっと待って、これは、はいはいはい、ちょっと待ってね、これどうやって変えればいいんだろう。神話装備、ちょっとここら辺わからんな。ん、プラス5って書いてあったけど、ちょっとわかんないです。ごめん。じゃあちょっとドーマ行こう。ドーマは、そう。あ、なんかかっこいい技ができる。行くぞ！フレアー！お、4点。いや、勝ってー！これちょっとしばらくかかるんじゃないか？まあ、でも基本的に、まあ、放置しとけばね。放置しとけば勝てるんだけど、これ多分レベルをほんと上げた方がいいんだね。これ。レベルアップっていうのがあるので、まあこれで、まあでも、こういうキャラクターたちをなんか売ってやらないといけないのよ。うん。ちょっと もったいないじゃないけど、うん、レベル5変わらないもんね。だからガシャと、あのいい武器をゲットしたりとか、あと仲間ガシャがどっかにあると思うんだけど、それとかやったりしていくと。はい。で、これ新しいキャラクターですね。で、これだ、これがいただけました。で、1回引けるんで、ちょっと今から引いてみたいと思います。これスピン、スピンすることによってダキとドーマがゲットできるかもしれない。いけ、どうだ、ダキドーマ。まあさすがにそんな簡単にはゲットできんよね。で、これでここが当たったらこのキャラクターがゲットできる。で、100連引くとドーマ確定ですね。はい。だから、まあ、課金したら、まあ、こんな感じでもらえる。まあ、10枚だと、まあ、490だから、まあ、約1000円か。1000円で10枚、だから1万円でドーマ確定です。きちぃ。まあ、きついんだけど、まあでも多分今後、でもこのチケットはあれなのかな、課金専用だったらちょっと怖いです。はい。そして、これドーマやってる間にちょっとまたこれも説明なんですけど、このゲームのね、これ期間限定ショップっていうのがあってさ、これ今僕気になってるのがあるのよ。あ、これ何、これ9円で買えるの。え、ちょっとこれ買っていいか。え、これは買っちゃっていいんじゃない。9でしょ。え、マジ20円で買えるの。え、これ買うわ。どんな刀かちょっと気になる。買います。なんだこれ、めちゃんこ安い。え、うわー、いいのかい、うん、いいのかい、こんな強いものを入れていいのかい、強い。やばい、これが20円で買える。約みんな約20円で買えます、これ。楽しくなくならないから大丈夫かな、ちょっと心配です。大丈夫かな、ちょっと心配なんだけど。これ待って、やばくない、これめちゃんこ減ってる。うわー、すごい減った。まあでもぶっ壊れほどじゃないか、ぶっ壊れってわけじゃないね。はい。まあというわけで、クラウド、え、陰キャクラスファースト、クラウド、クラウド、おお、セフィロス、クラウド、わー、すごーい、なんか乗ってる、クラウドです。ソルジャークラスファーストのクラウドです。よーし。で、これで多分こっち行けるんだよね。ちょっと行ってみよう。あー、なるほど。金ある？あります。
よし。で、次だね。こんな感じで、今度は、ん？これは？ここ？あー、これがイベントっていうか、これ、ん？卵？あ、出た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 ！これ、誰だ？姫島さんか、これ。こんな感じでキャラのガチャがついに登場しましたね。最初のとこじゃやっぱり出なかったんだ。で、これは襲撃、ちょっとこれオートアタックやめようか。襲撃イベント的なのもあるのかこれ。ほーん。ちょっとガチャやってみたいですね。あー、で、ごめん。説明ごめん。ここで今で終わっちゃってたんだけど、こんな感じで、善逸とかもいます。で、気になるのが煉獄さんもいて、ねずこちゃんもいて、これよ、よりいち、これやばくない？皆さん見てください。これ16,000だから約32,000円が、なんと皆さん見てください。この32,000円がなんと6,000円で売ってます。2倍なんだよね、基本的に。この単価っていうか2倍だから6,000円ぐらいで売ってます。37,000円がね。まあでもこれはよくあるあれじゃないの、あのねえ、大割引魔剣伝説みたいな、なんかそれ身を感じるけどね。もうね、元々の値段こうだけど、一応こっちにしといて、ずっとこれみたいな。期間限定って書いてあるけど、ずっとこうだよっていう可能性もまあなくはないですね。はい。で、あ、これと交換できるんだ。そうだ。この卵。卵が、こういう、これと交換できたりするんだよね。はい。今これ僕、480個中100個やれば、まあ2万個ゲットできますよ、みたいな。そういう感じなんだけど、それこそまあクリスマス炭治郎ゲットするにはこんだけ必要ですよとか、乗り物だねこれ多分、乗り物にはこんなにいりますよとか、だから卵をいっぱい集めましょうねっていう感じですね。はい。でちょっといろいろあるので、ガチャちょっと今からじゃあちょっとやりたいと思います。まあクエストとかはね、基本的にこういうまあワクラバを倒すとか、これをやることによってまあ3体倒していくことによって、どんどんまた次のこのステージに進むことができて、玉子とか、あーいるね結構、うん、ろくろとか、エンム、これ誰だ、あーえーと泣き目だ、泣き目玉子、うん、こんな感じで、どんどん先に進めることができる、強いキャラクターと戦うことができると。これでもな、多分もっと先にいいキャラクターいるかもしれないんだけど、ちょっとガチャ引きたいのでちょっと引きますね。はい、ということでじゃあいきます。オート、さあ何が出るかな、何が出るかな、うん、葵さんかな、葵さんに、うん、あ、ルイくんってきたの出なかった今、ちょっと待って、おお強い、お言ってんな、あ強いじゃん。じゃあ炭治郎ちょっと一回解除して、ルイくんだね、これロイって書いてあるけど、ルイだ、当たりだ、うん。でスサマルもいたね今、うん、スサマルもいるわ。まあでもちょっとあの伊之助の方が強いので、これもうちょっとやりたいな、もうちょっと行こう、はい、いけ、さあどうだ、ぽい、大当たり。ルイくんがこれ 6.8% 引いたのか、なるほど、エピック的な立場のやつ引いたんだね。で、あとレジェンドと神、神話っていうかね、レジェンドと神があるから、レジェンドあたり欲しいな、 0.6 でしょ、 0.6% とかちょっと当てに行きたいが、で結構なんか多分これ僕あの20円の課金したおかげでめっちゃもらえたわめちゃこれ引けるかもしれんこれ。でこれをやると多分 あれなんだよね、引く回数が早くなるみたいな、そんな感じじゃなかったっけ。でこれが一応それ以外売るみたいなやつだった気がする。うん、顧問をこうやってやると勝手に売ってくれるの、確かそうだった。でこういう感じで、まあレジェンドエピックとかはちゃんとおすすめにしとくよみたいな、コモンはね、ずっとあると困るから、これ勝手に売ってくれるみたいな、そんな感じの機能だったはず。じゃあちょっと、これ、なんか、いいの来るまで。うん？何？あ、びっくりした。なんかめっちゃ来たのかと思った。ここで大当たりを当てたら最高なんだけど、まぁ、あ、ちょっとガチャは次回にするか。まず一旦これ、まぁ、あ、こんな感じでガチャがありますよ。なんだこれ？ギフトボックス。やったぜー。レッド、なんだこれ。あー、まぁ、あ、こっちの方が強いわな。これ完全に、うん、ワンピースまあちょっとこれ次回がっつりこのガチャを、まあ、大量に引いて何連できるんだ、100、100、300連ぐらいはできるね。 3K でしょ、
3K100 連で 300K でしょ。300連ぐらいできるんで、300連でここ狙っていくのもありかも。それかもうちょっと先に向かってでガチャを引いていくっていうのもありかもしれないですね。はい、というわけでちょっとこれ面白そうなので、どんぐらいまでいけるかわかんないんだけど、これ最終戦、うん、ああここがびっくりした、この先行きたいので、これいける、解除できそうだな。まあでもいいや、とりあえずまずちゃんとここクリアしてから。いや多分無理だよね、多分これ、え、多分無理だよな。まあ、ちゃんとクエスト全部やってからにするわ。はい、ということでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。